もし太刀のお手入れをいたしませんか。ケンジ、何をしておる。酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。何かなくしたんですか。ふ、俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。どうやってその肉屋と知り合った。以前血まみれ太郎に借りがありまして、ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで安酒を高く売りつけて太郎に無事金を返したんです。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。2度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった。それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出たサビというものだ。顧みるべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです。お元気で何より。好きにしろ。
何をのんびりしてるの。早く強情ですから。ああ、私に借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千亡きことに命を落とすのだ。千内なんて、全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。雅子殿、いつからいらっしゃるのです。何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中にブーを流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村は鵜麦へ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は。さあな、もう20年も会っておらぬ。年式も館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組しておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。
連れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。汚れ仕事を手伝おうともせん。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。誰だ。いるなら出てこい。あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな。お前は何も分かっちゃないんだ。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。着いた。酒をよこせ。二度と村に来るなと言っただろう。薄汚い泥棒めが。おい、昔の話をいつまで引きずるんだ。立ち去らなければ人を呼ぶぞ。もういい、いらねえよ。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。雅子殿を探そう。ジン、こっちだ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りるって今さらおじけづいたのか。間違ってる。足立のじじいの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。そいつとはどこで会う。浜に来るよう言ってやる。奴は二つ返事で家来が連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。この世にいたのに。
俺は殺しちゃいない。武具を流しただけだからな。畜生、マサルは生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。腹綿を引き抜いてやる。抑えて。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐ってる侍ってことだ。バカど、罠に飛び込む気か。お待ちを見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちが大村か答えろ。なあ、俺ですよ。それで金は。ここにある。おれ、私の獲物を。やはり死んでる。おい、避けろ。お前れ。死にたくない。うわっ、死におったぞ。文があると聞きました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。海だ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。檻を見て来てくれ。よく来た。酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から
逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。阿修羅はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎となり。その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお討ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。と行くぞ。ちゃんと働くとちまえん。ぞくちょくちだ。おーはー。くそ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 。誰かいるのか。
けろ、影。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。むごたらしい。人の道から外れた畜生め。よい面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。早く来れば誰も切らずに済んだのだ。ザレ事を。浪人を放った男と相まみえねばな。ウムギダニの奉仕ならば居所を知っておるだろう。酒井様、ご無事でしたか。
手先のすげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シダの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。坂井陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。望みか。
ラでもクロードでもない、ただの人だ。思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。戦もの人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申し。この程度だったとはな。人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。
とせぶりに胸躍る戦いだったぞ。の人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す、奉仕の申す通り、奉仕の申す通り、お主は修羅だ。幾とせぶりに胸躍る戦いだったぞ。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。教師の申す通り、お主は修羅だ。お前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。シュラでもクロードでもない、ただの人だ。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。教師の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。程度だったとはな。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。